おはこんばんちはー。あずさと、たかの、つむつむチャンネルへ、ようこそ。2017年1月新つむ、バフィーの、初見プレイ動画です。初見なため、下手すぎるプレイ、ご容赦ください。バフィーのスキルは、バフィーと消せる高得点ホイップが出るよ、という、変化系スキル。果たしてスキル演出、スキルの効果は、いかがなものか？今回も、私、あずさ、と、途中から、タカさんの、ダブル解説初見プレイで、お送りします。今回は、バフィー、スキル3での初見プレイです。使用環境などは、画面を、参照してください。今回は、タカさんも交えて、ダブル実況解説で、いきたいと思います。では、初見プレイで、レッツ、つむつむー。それでは、新つむ、バフィーの、紹介をしていきたいと思います。スキル発動のための、必要消去つむつーですが、12個と軽いのでサクサク発動できます。つむスコアは、初期スコアは170と、高い方ですが、レベル50の時の最大つむスコアは、905と、徐々に上がっていくパターンです。スキルは変化系なので、真ん中周辺がハート状に変化していくみたいです。スキル3でも結構な範囲ホイップに変わってくれました。低スキルでも意外と高得点が出せるつむだと思いますよー。ただ、扱うプレイヤーさんにもよりますが、演出はホイップとバフィーが出てきて、ラブラブシーンの後、ハート状にホイップに変化する可愛い演出です。では、続きの解説。タカさん、よろしくお願いします。はい。また、ここから、タカが引き継いで、解説していきたいと思います。パフィーなんですが、スコアと、コイン稼ぎに関しては、スコアはね、まあ、低スキルから、高得点が望めるツムだと思いますが、しかし、私自身がこの変化系っていうのが本当に、超がつくほど本当に苦手なんで、まあ、ボロボロプレイになりそうです。はい。多分、今使ってるのがスキル3ですが、これは、まあ、悲惨な結果になりそうです。で、まあ、コイン稼ぎはもうはっきり言って、多分稼げないと思いますわ。はい。なんで、もう、ハイスコアだから、変化系が得意な方は、もう、スキル3でも1000万点取れるツムだと思います。はい。はい。まあ、ボロボロプレイでした。はい。結果は、487万点です。まあ、こんなもんでしょう。はい。ディズニーツムツムプレイ動画集は、現在リクエスト動画、募集中です。このツムでプレイしてほしい、この企画やってほしい、など、何かありましたら、Twitter、YouTube チャンネル、運営していますので、よろしければ、Twitter でコメント、YouTube 動画内のコメント欄に、記載してください。Twitter、YouTube チャンネルのリンクはディズニーツムツムプレイ動画集チャンネルの説明欄にリンクを貼っていますので、 Twitter へはそちらからどうぞ。プレイヤータカはまだまだ下手なので、度合いによりますが、プレイヤータカと私トークロイドあずさが厳選し選ばせていただきますので、応募お待ちしています。最後まで動画をご視聴してくださりありがとうございました。よろしければ、チャンネル登録、よろしく、お願いいたします。